怖い天使、ケムクジャラのマリア、三位一体。宗教画には現代の私たちから見ると変な絵がたくさんありますが、今回紹介するのはこれ。信仰のため拷問を受けた3人の聖女たち。まずはお皿に乗っている2つのチブサを見つめる彼女から見ていきましょう。彼女の持っているお皿に乗っているのは自分のチブサ。彼女は自分のチブサが乗っているお皿を持って、何でもないような顔でこちらを見つめています。彼女の名前はアガタ。3世紀にシチリアで生まれました。裕福な家庭で育った彼女はある時キリスト教に目覚め、一生純潔を守り神に仕える決心をします。しかしこの頃ローマでは、キリスト教徒は迫害を受けていました。ある日お金持ちの男がアガタに一目惚れして結婚を申し込んできました。アガタは純潔を守ると決めていたので男を振ります。すると男は怒り、アガタをキリスト教徒という理由で糾弾し、幽閉し、キリスト教徒であることをやめるように拷問にかけました。拷問の時にアガタは胸を切り落とされてしまいますが、それでもキリストへの信仰はやめませんでした。胸を切り落とされた痛みに耐えながらも、キリストへの祈りをやめなかったアガタのもとには、聖ペテロが現れ、アガタの傷を癒しました。アガタは火炙りにされることになりましたが、刑が執行されようとした時、地震が起き、処刑は中止されました。奇跡的に刑を免れたアガタでしたが、最後は獄中で息を引き取りました。というのが聖アガタの物語です。胸を切り落とされたという衝撃的なストーリーのせいか、聖アガタの絵画はたくさんあるのでいくつか見ていきましょう。まずはこれ。もう天国に行った後なのか、穏やかにお皿に置かれているチブサを眺めている絵です。自分のチブサが乗せられているお皿を持っているアガタの絵はいくつかあり、こんな可愛いまだ少女と呼ばれるような雰囲気のアガタから、ちょっと成長したアガタまでいます。わざわざ切り取られたチブサが乗ったお皿を持った姿で描かれているのは、聖アガタはこんなにもひどい目にあっても信仰を捨てなかったすごい人、というのを象徴するためです。この聖アガタは自分のチブサを触りながら、ヤシの枝を持っています。ヤシの枝は、キリスト教の信仰や道徳を捨てるよりも、死を選んで神に命を捧げた者、殉教者の象徴として描かれます。こちらの金色の衣装を身につけている聖アガタも、自分のチブサが乗っているお皿とヤシの枝を持っています。この柔らかな光に包まれている聖アガタもヤシの枝を持っていて、足元には剣と片方のチブサが乗ったお皿があります。聖アガタの話を知らないと、なんだかシュールな絵に映りそうです。ヤシの枝の代わりに、ハサミを持っている聖アガタの絵もあります。天国の聖アガタなんでしょうか？アガタの体にはチブサが復活していて、お皿にもチブサが乗っています。こんな道具で私はチブサを切られた。とでも言いたげに、この聖アガタは少しトゲトゲしい視線でこちらを見ています。こんな感じで、胸を今まさに切られている場面の絵も結構あります。このように剣で切り取られているパターンと、こんな感じで、ペンチのようなもので挟まれてもぎ取られているパターン。巨大なハサミで切り取られているパターンもあります。こんなひどい行いにも負けず、信仰を貫き通したアガタ、というのを表現したいんでしょうが、結構痛そう。このように聖アガタは絵画だけでなく、ステンドグラスにもなっています。聖ペテロが助けに来ている場面の絵もあります。聖アガタの前に落ちているのは、片方のチブサ。よく見ると胸からは血が出ています。ひひひ。かわいそう。こんなむごい描写をせず、こんな感じで少し胸に傷がある状態で描かれたり、タオルで隠されて描かれたりもしています。逆に思いっきりグロ寄りによったフレスコ画もあります。この絵は教会の壁に描かれているんですが、これも聖アガタの話を知らない人が見たら、ぎょっとしてしまいますよね。聖アガタは乳がん患者の守護聖人、
地震の守護聖人、金職人やパン職人の守護聖人と言われています。物語に関係なく金職人やパン職人の守護聖人なのは、乳房が金やパンの形に似ているということかららしいです。そしてシチリアではこんな感じで、聖アガタの乳房の形のお菓子が伝統的なお菓子として売られています。さて次に紹介するのは、歯を抜かれて今では歯の守護聖人とされ、アメリカの歯科大学のポスターにも使用されるようになった聖アポロニア。アポロニアは3世紀にエジプトで生まれ、美しくキリスト教会内で非常に尊敬を集めていた女性でした。西暦248年、ローマ建国千年祭の式典で、ある詩人がこの国に災難が降りかかるであろうと予言しました。それによって国は混乱に陥り、あるギャングたちはその混乱でたまった怒りの矛先をキリスト教徒へ向けます。当時キリスト教徒は迫害されていて、あまりいい印象がなく八つ当たりの対象になってしまったのです。アポロニアはギャングたちに捕らえられ、異教に改宗しろと迫られました。しかし彼女はそれを拒否します。怒ったギャングたちはアポロニアの歯を全て引き抜くという拷問を行いました。そしてギャングたちは焚き木を積み、火をつけて、回収しなかったら生きながら燃やしてやる、と脅しました。アポロニアはひるむことなく、自らその炎の中へ入っていき、亡くなりました。というのが聖アポロニアの物語です。キリスト教では自殺は罪とされているんですが、歯を抜かれても信仰を曲げなかった彼女は、聖人として広く知られることになりました。ある本では、聖アポロニアは炎に焼かれながら、破痛に悩む人が私の名を唱えればその苦痛から逃れられるだろうと叫んだと書かれていて、彼女は歯の女神としても知られています。炎に焼かれながらそんなこと言うって思ったんですが、おそらくこう叫んだ時にはもう天使が見えていて、自分は後に聖人になることが分かって、歯を抜かれた時の激痛を他の人に味わわせたくなくてそう叫んだのかなと私は解釈しました。聖アポロニアは主にギャングたちに歯を抜かれている場面を絵に描かれることが多いです。この絵は口から血がダラダラ垂れてすごく痛そう。この絵はペンチがでかくて余計に恐怖感を煽られます。お腹に足を乗せてうらっとして歯を抜いている絵もあります。ここまで人間って残酷なことできるんだなーって考えてしまいます。この絵とか縛り上げた挙句歯抜きの刑です。残酷にも程がありますよね。ペンチのようなもので抜くバージョンの他に、のみのようなもので打ち砕くバージョンの絵もあります。これは二人の男が順番に歯を抜いている絵でしょうか。よく見るとこの人が持っているペンチには歯があるんです。歯が抜かれている絵は1300年代のものが多いんですが、1400年代後半頃になるとこんな感じの聖アポロニアが歯をペンチのようなもので持っている絵が多くなってきます。この絵は持っている歯を強調したいのか、歯がめちゃくちゃ大きいです。この絵の聖アポロニアは殉教者の象徴、ヤシの枝と抜かれた歯をペンチで持っています。この聖アポロニアは比較的穏やかな顔をしていますが、こんな感じでめちゃくちゃ不機嫌な聖アポロニアもいます。まあ歯を全部抜かれたらこんな顔にもなっちゃうよねって思いました。ちなみに絵以外でも聖アポロニアは崇められていて、ポルトガルのポルト大聖堂には聖アポロニアの歯とされるものが飾られていたり、イタリアのある地域では抜けた乳歯を枕の下に置くと聖アポロニアが乳歯と引き換えにプレゼントをくれるという言い伝えがあります。最後に紹介するのは聖ルチア。個人的には彼女が一番ひどい仕打ちを受けた殉教者だと思っています。彼女が持っているのは眼球です。これまでの話からわかるように、彼女は自分の信仰を守るために眼球を犠牲にしました。ル
ルチアは西暦283年にシチリア島の裕福な家庭に生まれました。家族はとても仲が良く、ルチアは幸せに暮らしていました。しかし彼女が5歳の時にお父さんが亡くなってしまいます。ルチアはその後若くしてキリスト教を信仰するようになります。その頃ローマではキリスト教を信じることは罪とされていたので、ルチアは母親にも内緒でキリスト教を信仰し、一生純潔でいること、教えに従い、困っている人は貧しい人を救うことを誓っていました。しかしルチアのお母さんは娘がそんな誓いを立てているとは知らず、娘の将来を案じ、お金持ちの男と婚約させました。この頃ルチアのお母さんは原因不明の体調不良に悩まされていて、このままだとルチアが一人になってしまうと心配していたのです。ルチアは約30年前に殉教した聖アガタのお墓の前で祈ると病が治るという噂を聞き、母親と聖アガタのお墓の前で一晩中祈り続けました。すると翌朝、ルチアの母親の体調は回復して元気になるという奇跡が起きました。そこで初めてルチアは母親に自分がキリスト教徒であることを告げ、教えに従い貧しい人を救いたいと言います。奇跡を目の当たりにしたルチアの母親はその申し出を拒否することができませんでした。ルチアは貧しい人へお金を渡したり施しを始めます。ルチアが結納金まで貧しい人のために使い始めたため、ルチアの婚約者は怒り、ルチアをキリスト教を信仰する罪人として市長に突き出しました。市長はルチアに改宗を迫りましたが、ルチアは改宗しませんでした。かたくなに拒否するルチアに市長は腹を立てて、売春宿へ放り込んで怪我してしまえと兵士たちに命令しました。兵士たちがルチアを連れて行こうとすると、ルチアは不思議な力で重くなっていて、びくともしません。牛も使って動かそうとしますが、それでも動きません。そこで市長は、ルチアを薪で囲んで火炙りにしろ、と命令しますが、薪に火がつきません。市長は怒って、ルチアの眼球をえぐるなどの拷問を加えた後、彼女の首に剣を突き刺しました。剣を首に突き刺されてやっとルチアは亡くなりました。殺される前に様々な奇跡に守られていたルチアでしたが、亡くなった後にも彼女には奇跡が起きます。葬儀の前、痛めつけられた体は回復し、眼球も元に戻ったのです。このことから聖ルチアは眼病の守護聖人としても知られています。聖ルチアはよく眼球が乗せられたお皿を持った聖人として描かれます。眼球をえぐられた話はさすがにグロすぎるのか、その場面が描写された絵は私が探した限りはありませんでした。聖アガタ、聖アポロニア、聖ルチアは同じような経験をしたからなのか、三人一緒に描かれることがあります。三人で、めちゃめちゃ痛かったよね、とでも話しているんでしょうか。ということで今回は、信仰のために拷問を受けた三人の聖女たちについてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。